YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。今日はですね、大魔神、こちらですね。こちらをね、洋室をね、蓋の底も下に作っちゃったんですけど、そちらのね、掘り出しっていうんですか、まあ掘り出しって言わないと思うけど、蓋開けて多分スッて取れちゃうと思うんですけど、それの方の掘り出しの方をしたいと思います。あとね、YG866、これ蓋なんですけど、洋室この間作ってましたよね。もうさなぎになってます、これ。ほら。あんま横向けたくないんですけど、両方ともね、オスでした。これもそうなんですけど、両方さなぎになっています。あとですね、大魔神、スーパー大魔神ゲネシス。ね、こちらなんですけど、これ。もう一頭の方はね、死んでいないんですけど、こちらのね、方もね、見ますと、羽化してるんですよね、もう。こちら。様子だったんですけど、見えないかな。うん。これ様子なんですよ。なんで、羽化してるんで、今回は、大魔神 A の個体と、スーパー大魔神ゲネシス、こちらの個体ですね。両方 15g だったんですけど、そちらをね、掘り出ししたいと思います。で、次の動画、これですね。101本目の動画で、こちら、NE86。86じゃねえや、ごめんなさい。ネシ851の、オスの皆さんが予想した、オスの個体ですね。これをね、掘り出して、サイズ測定をしたいと思います。まあ、今回はね、この、大魔神ゲネシスと大魔神になります。そういうことなんで、これから掘り出したいと、思います。楽しみ。裏番台太郎丸のタブクワ動画。そういうことなんで、とりあえずね、大魔神 A、15g 3月ね、あったやつ、これを掘り出ししたいと思います。はい、もうカチカチですね。もうカチカチになってますね。はい、掘り出し終了です。早いね。ほら、これはね、小さいけどね、可愛いですね。これ本当、プロポーションいいですね。これいいな。大魔神ね、こんな小さいオークワンガタちょっと初めて見ましたね。そういうことなんで、見事ね。綺麗に浮かしてますね。ちょっと良かったです。ちょっとね、これ本当いいわ。サイズはそうでもないけど、小さいけど、ちょっといい個体ですね、これね。続きまして、これスーパー大魔神ゲネシス、これも同じ日にね、 15g あった個体になります。様子がね、ここにあったんで、ちょっとサクッと掘り出したいと思います。よいしょ、パカ、よしよし、行くぞ、行きます。ちょっとね、これね、あ、もういらっしゃいますね。目が合いました。ここにいらっしゃいますね、もう。よし。お、お、お、これね、ゲネシスかっこいいかもしれん。小さいんだけど、あご太いな。あごが太く見えた、今。よいしょ。出てきて。出てきてよ。お、来ました。赤い、赤いなあ。あ、でも顎も太くねえじゃん。こうですね、ほら、ゲネシス、ちょっとね、ほら、まだ赤いですね。かっこいいっすね。でもうわ、これかっけえ。ほら、なにこれ、あんまり大きくねえんだけど、かっけえ。なにこれ、
まあほら、こんな赤いんですよね。ほら。いいね。すげえすげえすげえ。同じようなサイズかもしれんな。こちらがね、スーパーサイマジン。で、この、こっちの方がね、スーパーダイマジンゲネシスになります。同じようなサイズですね、ほらほら。え、いいっすね、これいいわ。ほら、おお、ほら、いいわいいわ。つうことなんで、見事ほら完品ですね。つうことで、今回はスーパーダイマジンとゲネシスの掘り出し動画になります。ご清聴ありがとうございました。かっこいいこれ、ほら。なんかね、でっかくなくてかっこいいわ、これ。いい。裏磐梯太郎丸の株クワ動画。